うおうおう、頑張れ霊夢、まだ勝てるぞ。諦めちゃいないわ。確かにお相手さんは上手いけど、ロイは復帰を借りやすいわ。早速チャンスだぜ。お相手は復帰をミスしてくれたわ。でもお相手さんやりおるやつだよ。なんだよやりおるやつって。いや名前が確かに問題になりそうなことやってそうだけど。でもペースはこっちに来てるわ。ここいらで決着をつけてやるわ。期待してるぞ。めくられた？いつの間に。落ち着けば実力はそんなに変わらない。落ち着いて戦うんだぜ。ここだ。反撃を呼んでいただと。守りに徹するがそこも読まれ、掴みを通してきただと。出てもこっちにはペルソナが。はっ早い。いやこんなの勝てるわけないだろ。ここ最近スマブラをオンラインではやらなかった霊夢よ。マリサだぜ。スマブラは引退しようと思ったんだけど、登録者100も近いから記念にやっておきます。横スマ食らってたけど大丈夫なのか。この動画は1ヶ月くらい前のだから下手なんです。説明するとうまいと勘違いしてた。初心者プレイだぜ。それについては動画を作るので待っていてね。最初の戦いは今年のだぞ。どこに置く横スマ。ここ離れるのほんとなぞ。今はくれるな。これはいける。メテオ気持ちいい。ナイスなメテオだったぜ。それじゃあ次行きましょうか。次も少し前のだな。お相手はキャプテンファルコンだな。ファルコン、ランチは私が倒すわ。初手キックはもはや常識。序盤かなりためれたな。空下はしっかりガード。空下を当ててそのまま DA。それは弱で阻止されたな。なんでガード離しちゃったんだろ。ここは上から復帰。多分これはミス。そのまま掴まれたぞ。ひ、膝が怖すぎー。53でも膝が当たればバーストされるからな。着地付近に DA。さらに D 横。かなりダメージを与えたな。マリサには芸術的な撃墜を見せてあげるわ。ほう、霊夢にそんなことか。ええ、もちろん。まずはダーキャンを狙うわ。反対に投げます。このまま追撃か。あ、欲しい。マリサに出てちょうだい。空下からの、上スマだー。おう、なかなかいいものを見れたぜ。じゃあ次はラスト。進化した私のプレイを見てほしい。次の動画で話す内容は初心者の行動。初心者で雑魚だった私にしか話せない。スマブラの動画を見まくって、初心者の行動がやっと理解できた。だがたくさんの実況者さんたちが出している情報で買われた。だからあえて下手な時を出しました。少しはマシになれたと思うので最後まで見てください。僕の積み重なる変えらぬ時間よ。